カルライダー。ザ・バリュアブルブックに付属した、闇属性、アンデッド属の儀式モンスター。第1期のボリューム4と、ブースター4の間に登場した、OCG 初の儀式モンスターで、当時はまだ珍しい、特殊召喚モンスターとして、落とし穴に落ちない強みはあったものの、ボリューム4には、当時の上級モンスター最強と名高い、デーモンの召喚が登場し、ブースター4には、下級最強アタッカーの、ジェミナイエルフも収録されたため、初期のモンスターにはありがちな、コストの割に、使いどころの難しいカードの1枚だった。イラストは、遊戯王作者、高橋和樹先生の書き下ろしで、その独特なデザインは現在も人気があり、その見た目から、元ネタが、アメリカンコミックのヒーロー、ゴーストライダーとするものや、仮面ライダーなどの、石の森作品であるとする説があるが、作者が好きなアーティストとして、イギリス出身のアメコミ作家、サイモン・ビズレイの名前を挙げていること、ゲーム作品では、生贄に昆虫族が指定されていたことなどが、二つの説が推される大きな理由として考えられる。スパイクタイヤとは、凍結した道を走りやすくするため、表面に、滑り止めの量を打ち込んだタイヤのこと。1959年に、フィンランドで誕生し、日本では、1962年に生産が始まったスパイクタイヤは、1970年代には、北海道や東北、日本海側の積雪寒冷地で、ほぼ 100% の装着率となった。しかし、舗装道路へのダメージが大きいスパイクタイヤは、路面が削られて発生する粉塵の、人体への影響から、1980年代には社会問題となり、現在の使用は、1990年に成立した法律によって、原則禁止となっている。デュエルモンスターズシリーズでは、2から登場しているが、当時の儀式モンスターは、指定のモンスターを、フィールドに3体用意し、儀式カードを使用することで呼び出すのだが、まず、呼び出すことが難しすぎる上に、使用すると、儀式カードがデッキから消えるという、スーパーハードモードな仕様のため、このカードに限らず、使用するメリットは一切なかった。土煙を巻き上げ、荒野を一人爆走する、孤独なライダー、と、専用のテキストが用意されている。アニメでは、遊戯王 GX、第138話、覇王降臨、死のデュエリストたちの作中。死のコロッセオでの、ジム対コザッキー戦において、ガジェットソルジャーを生贄に召喚されており、作中の召喚工場は、雷鳴の中よりでよ、伝説の爆走王、スカルライダー、カオスライダーグスタフ2体との攻撃は、暴走上等、3連アタック、であった。